稲葉の道は、戦国時代から江戸時代前期にかけての武将、大名、文後国薄木藩の第二代藩主。祖父、稲葉義道や父、貞道と共に、織田信長に仕えていたが、天正十年の本能寺の変で、信長が死ぬと、橋場秀吉に組みした。この時、父から家督を譲られている。天正十三年に位と、豊臣生を歌手されたが、 天正十五年の九州平定で秀吉の怒りを買って伊勢国朝間に披居した。このため稲葉氏の家督は父、貞道が再び継いだという。文禄元年、朝鮮出兵が始まると豊臣秀勝に召し出されて朝鮮へ都会し、先行を挙げた。秀勝死後は豊臣秀治に仕えたが、文禄四年の秀治事件で連座により処罰される。その後しばらくして、 再び秀吉に仕えた。年代は不明だが、豊臣生を可視されている。慶長5年の関ヶ原の戦いでは、父と行動を共にし、慶長8年の父の死により再び家督を継いだ。慶長19年からの大阪冬の陣では、徳川方に組みして参戦し、翌年の大阪夏の陣では持参した。寛永3年、江戸幕府第三大将軍。 徳川家光の上落に随行したが、直後に発病して、11月9日に薄木にて病死した。去年61。死後、家督は、長男、一通が継いだ。ありがとうございます。